はい、おはようございます、ジェントです。今日はね、都民の森 TT をね、行けるとこまで行ってみたいと思います。行けるとこまでっていうのもですね、今ちょっと今朝ちょっと大きなトラブルがあって、輪行で、これ組み立ててたらですね、その前のディスクブレーキのキャリパーの部分、ここの部分がちょっとずれたらしくて、それでこう音がすごい鳴るようになっちゃってですね、今近くの親切な自転車屋さんでちょっと調整してもらったと、まあいう状況です。まあ本当に一時期どうなるかと思いましたけれども、まあそのキャリパーを調整してもらって、まあなんとかちょっとかする程度に治ったんで、まあそういう意味で行けるところで行ってみたいと思います。今日はね楽しんで安全に行きたいと思います。最後までご覧ください。抵抗があるんで、ここもあるし。どうぞです。ブロンズ。ああ、ありがとうございます。おかげさまで。今高円寺のショップに着きました。いまだにですね、ちょっとこういう風になる状態なんです。はい、すみません、どうも。乗り倒しました。わかります。元は取った。先日ですね、このフロントのディスク直してもらったんですけど、まだちょっと鳴るんですよね。なんでやっぱりキャリパーをもう変えざるを得ないのかなと。ピストンがね、汚れが詰まって戻らないとかのもあるらしいので、キャリパーを変えてもらおうと思います。まあ、下手するとですね、ローターも曲がってて、ローターも変えなきゃいけないと、まあ、いうような状況にはなるんですけれども、はい、まあ、とにかくちょっとショップに行って、ブレーキなんでね、直さないといけないんで、行ってみたいと思います。はい、こうなってますね。こんな状況です。お、それですか。死んでた。はい。頭が死んでいて。うん。
手っていうか、まあ、こちらが動かないんですけど、ちょっと、はいはい、ここが、はい、はい、見えますね。こちらはもうちょっと、ゴミとか汚れで、まあ、動かなくなっちゃって、黒い、黒いやつ、ああ、その黒いやつ、そうです、いや、そうなっちゃうとこの前みたいになりっぱなし、あとは言ってるとこっち側にこう押された時に、はい、状態がぶつかった状態で回ってるってことがなりっぱなし、はいはい、あ、もう出てなかったって完全に、そうそうそう、テンパーが入れてないんですよ、入場してるんですか、ここにレバーコントロールコンタクトみたいな、うん、これを緩めるとこれができるんですよ、ライバル君たちはそれができないので、まあ、これ1個だけなんですよ、あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます、はい、助かりました、はい、ということで行ってきました、キャリパー変えてローターは変えずに済みましたね、もうキャリパーもそういうことでピストン両方あるうちの一つが動かなくなってたっていうことなんで、もう仕方がないと、まあ、言ったところです、ただちょっとまだここのブレーキがね、ここはちょっと外せなくてオイルが入らなくてっていうことで、そこのネジをね破壊してっていうことでまた仮にね、ホースのこの STI レバーをまあつけてもらったというような状況ではあるんですけど、まあ、ただこれで、一応ねブレーキに関しては機能的には治ったのかなというふうに思います、まあちょっとねこのキャリパーがちょっと消耗品っていうのはしょうがないんですけど、まあ1万2600円ぐらいかかりましたということで、最後までご視聴ありがとうございます、今回ね大トラブルになってしまったフロントブレーキのトラブルご紹介となりました、では参考になりますです、よかったらね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、それではまたお会いしましょう。バイバイ。When I say I'm not afraid, but I'm trying.